な。ミスド食べたい。珍しいよな。うん。ミスド食べたい。昨日ドーナツ食べたばかり。昨日ドーナツよ。甘いドーナツないかな。でも海外のミスドってどうかなって思うじゃん。そうね、どう好み改良されてんのか気になる。ね、でももしかしたら台湾人甘いの好きだからより甘さが分かるかも。ありうる。あれ、私はここ見覚えあるよ。あるでしょ。そうなんだね。いやミスド好きなのにさ、最近さ家の近くのミスドが閉店されてさ、あつだ。むちゃくちゃショックなんだよ。ダスキン、そう、頑張ってほしい。でしたドーナツ、ダスキンさん頑張ってください。頑張ってください。私たちはダスキンを応援しています。おっと、あ、合ってるやん。ここで私と伊達さんは深々と謝ったんじゃよ。ここがね、現場。え、違う、ここが私のアナザースカイ。ここが後輩に大人なのに不感謝罪した場所です。しました。アナザースカイ撮れましたね。アナザースカイは後輩に謝罪した場所です。はい、やめてよ。でももう時間はお昼だよ。完全お昼です。なんかここで私がすごい好きな餅があって、それをこの間探しに行ったの。売ってなくて、シャブの2件にさせてほしい。あ、やばい、これ好きなんだよな。これ、これ何、フルーツ、これ何だっけ、なんていう人、アップルマンゴーかな。そう、中真っ白なんだけど、中真っ白、中見たからさ、カキーバーグ。あ、ほんとだ、秋だから。モスの餅は何が入ってんの？ピーナッツとごま、あとなんか選べるって。わー、美味しそう。うん。え、これでも50にする？6個で50になるよ。そうで、1個サービスでになるよって。そうしよう、じゃあそれしよう。はい、じゃあこれ、みんな食べる。私食べる食べる。ゴマ、ラカセ、アツキ、2つ。私ピーナッツ。ピーナッツ。あ、ちょっと、みんな歩きはいらんの。あと2つでいい。私これにしちゃうの。うん、いらない。ゴマと、うん。3つ。3つ。オッケー。わーい。やったー。出会えると思ってなかった。日本語わかる。すごい。はい、ありがとう。ありがとう。先生、先生、先生、やったー。やったー。やったー。ののいや、もう。え、はい、じゃあ、もう食べる。どこ？そこ、横出る？今、こう、隅がやばい。めっちゃうまい。こんな美味しいものを食べられるなんて、うん、人生ってなんで素晴らしいんだ。やった、今日楽しい。素晴らしい。人生って素晴らしい。え？アイウィッシュ歌うと思った。人生って素晴らしいだと思った。あっちだ、影なんで。笑ったり泣いたりできる。どうも。え、外側の粉は何なの？これはですね、ピーナッツです。ピーナッツの粉なんだ、はい、私はじゃあ前回食べてないゴマから。はい、はい、ムニムニの。ごまがさ、透けてるもんね。うん、はい、いただきまーす。はい、うん、うまいか。うまいか。うまい。本当に美味しいと人って無言になるんですね。そう。でも、なんか前のと違う。え？え？おい。おい。
今ここにまだ5つもある状態で。でも美味しい。美味しい、うん、あ、じゃあ、じゃあ私もごまから食べよう。いただきます。うん、うん、もち、そうなんだよ。よくさ、もう町内会とかでついお餅ついて振る舞われた時のやつのごまバージョン。あ、はい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 。町内会の味。そう、そんな感じ。うん、食べられないじゃん、なかなか。ないない。ないんだよ。そうなんだよ。前回食べたもん。もしかしたらピーナッツの方は一緒かもしれない。あ、前回ってピーナッツだった？前回ピーナッツだよ。なんかきなこだった。ピーナッツだって。あ、そうなんだ。もう作って時間が経ってるはずなのに柔らかい。そうそう、めちゃくちゃ柔らかいと、うん、びっくりする。うん、おすすめ。ミサの前ちょっとピーナッツいっていい？うん、どうぞ。前回のお店じゃないのかもしれない。疑惑か、でも時間が違うの。あの、何が違うかっていうと、中にめちゃくちゃ入ってたでしょ。うん、入ってないの。うん、だから違うの。入ってないでしょ。前食べた時はこれの餅の中に これと同じものがめちゃくちゃ入ってた。すっごいぎっしり入ってた。 それが美味しかったので、いただきます。入ってないの、うん、え、入ってるやん。入ってない。え、だからね、これは違うやつです。え、あ、神々しいわ。違うんだ。タケさん、これ食べたらもう一つあるか。探しに行くんじゃん。え、これだけでもすごい美味しいけど違うの？うん、これだったら、うん、これを食べるためだけにもう一回来ようとは多分思わん。なるほど。確かにうまいねって。うん、美味しいよ。うん、美味しいんだけど。別物が存在するって感じ。そうなんだ。同じ名前じゃない、これは。別物、全くの別物。へ、そう言われると本物を食べたくなってきたよ。なるな。同じ食べ物、これを食べたくて。餅の厚みも餅の分が少ないね、もっと。まだか、自分たちの動画を確認する日が来る。こんなことあるとはね、なかなかね。うまいんだよね。自分らの動画を見て自分らが食べたかったものを確認する。あ、このショットすごくいいわ。うん、あのね、あっちの青空がすごく映えてる。こちらご覧ください、ママさん。あ、ちょっと違う。ほら、あ、めちゃめちゃ入ってる。そうでしょ、うん、全然違う。あ、でもおじさんが売ってる。あ、ちょっと待って、この看板あるかちょっと後で確認しに行こう。ちょっと違かった。これ縦に書いてんじゃん。さっきさ3つしか書いてなくてさ、そうそう、厳密がなかった。そうだよね。じゃ別物としては本当にこれは美味しい。美味しい、本当に。噛むとジャリってする感じだったのね。あ、探しに行こう。あるかもしれない。そこに言われると食べたい。私もなんか、何としても分かった。なんか別れた男と別れてさ、別の男と付き合った瞬間にさ、別の男の本当の良さ知っちゃう感じね。いつも当たり前だと思ってたあいつの良さ。そうなんだよ。なんだ、あいつっていい女だったんだな。頼むからそれで例えないでくれ。あれ、あそこじゃない？ちょっと待って。すごくない？こんな短距離で。めっちゃ、ほら、これじゃん。ここだわ。これじゃん。やば、すごい、やば。これ、YouTube で見たやつだ。あのおじさん。いや、もうこの店を絶対に忘れ、あの、ほら見てみ、あの黄色いやつ。うわ、めっちゃふかふかだ。作りたて。やられましたね。やっぱり同じ組み合わせで1個ずつ食べるけど、もう餅で腹いっぱいになるけど、悔いはございません。うん、ない。今作ってるやん。ピーナッツ、ピーナッツ、サーモン、モモ、あれキ、イモもある、イモ、でもいいよね。ピーナッツ、オマナンバーワン、目が、え、なんて今そう、
だっけ美味しい。これと、それと、おお、それ美味しいんだ。その三つ。やばい先生。今もうなんか密かにずっとトントントン、トントントンってやってた。でこの芋、芋頭も美味しいって言ったのね。うん、ああそうなんだ。タイマーかな。わお。中に。すごい全然違う。どうしよう、もう一回アイリッシュ歌わなきゃいけない。歌おうぜ。次のアイリッシュは食べて本当に美味しかった時に歌おう。ダメだ、さっきは全然人生素晴らしいになってないのに発見できた喜びで喜びさんって。アイリッシュの無駄遣いしてしまったね。アイリッシュの無駄遣い。OK、うん、先生、ナンバーワン、This ナンバーワン。ゆるゆると。悟空、お前がナンバーワンだ。やばい、ゲットしたぜ。でもそんな違うもんかな。まだ愛一瞬歌ってる。まだ歌わない。全然美味しかったけど。じゃあ助唱、ちょっと助唱だけ始めとくね。一人ぼっちで少し退屈な夜、私だけが寂しいの。あやばい、やばい、始まった笑える。やばい、もう始まった、こういう人たちもう始まった。これよ、この感じよ。これ全然違うでしょ。あ、全然違うわ。この新鮮さがね、段違いね。いきます、いただきます。このバカなさね。全然うまい。歌えない。めっちゃうまい、最高。ほんと、うん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 、この感じ食べれないの。そう、中がパサパサになるから喋れないんだけど、その味がすごい口の中に広がるんじゃよ。ナンバーワン。うん、歌えない。やばいじゃん、このごま。めちゃくちゃ入ってんね。ごまなの、もうごまごま。でもいていいよ。ダンシング。人生で素晴らしいダンスを。食べれないなら踊ればいいのよ。ね、中にぎっしり詰まってるからさ、餅がさ、こんなに分厚くないじゃん。分厚くない。食べやすいよ。いやもう、いきます。芋だ。どう？芋。芋？ジッシーって素晴らしい。なんか何入ってんのか？芋。芋だね。芋入ってる。これね、多分ね、芋なの。わかんないけど。芋なの。芋と餅の境が、うん。こんなに甘くない。あ、そうなんだ。うん、あのねっとりした感じ。すごい美味しそう。うん、あの。パサパサではない、すぐに喋れる。なるほどね。誰かチャレンジしてみます。本当に甘くない。あ、境目ないね、マジで。そう、ないの。そうなんだよね。マジでないの。ないないね、探してもない。いきます。マジ芋。あ、ほんとだ。わ、うん、先輩の感想わかるわ。うん、もう芋って感想だ。ほんと？あ、でも美味しいよね。うん、あ、タロイモこんな美味しいんだね。なんかね、里芋とさつまいもの間みたいな味する、うん、あ、ちょっと粘っこさがある。そう、粘っこさって、うん、私でも結構好きかも。なんか今までとは全然違う。うん、うん、本当ね、うん、なんか芋団子ってさ、うん、食べたじゃん、あの、うんうん、戦争ゼリーのとこで、うん、ちょっとこの餅と団子が相まって似てる感じがする、うん、あ、そうだね、美味、うん、しいね。こんな感じだわ、美味しい。はい、
だいぶ痛いね。どんどん折れてくるのほら。皮めっちゃ薄いのほら。すごくない？バンバンだよ。さっきと全然違うよ。違うのよ。さっきと逆だよね。うん。うちの粉の比率が逆。うん。もう油出てきたから。これね、ちょっと本当にきのこをたくさんかけて食べるきのこも近いよね。うん。これね、一口で行った方がいいわ。本当？うん。うん、幸福度が高い、うん、マジで実験、うん、いや、うまいじゃん。おいしい、やっぱりおいしいわ、うん、飲むわ。マステさ、私買うけど使うかっていう問題はね、否めなかったんだよ。台湾から来ました。あれ？これちょっとなかなかな。あら、あら、あら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 。でこれだ、私ねこれね、サイズ感ぴったりで。試してるよ。すごい笑われた。ちょっと入れてごらんよ。